夏休みはね、今のうちしかできないからね、みんなゆっくり夏休みを存分に味わうんだよ。みこちゃんの配信もちゃんと見に来るんだよ。君たちちゃんとねえ、もう昼夜逆転したったら夏休みめっちゃもったいないから。マジで夏休みに昼夜逆転勢だったんだけどさ、みこ、しかもさ、全然トイレ行かなかったの。トイレ行かないでずーっとね、ベッドでゴロ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 してたのね。そしたら暴行になった。もうね、夏休み明けた時はね、もう本当にね、もう辛くて辛くてね、もうやばかったよ。みんなそんな子にはならないんだよ、みんな。それはやばいでもずっと引きこもってたからさなんで行かないのって。なんかゴロゴロしてるとトイレ行きたかった、なんかあれもなんか忘れちゃうんだよね。なんか漫画読んだりゲームしたりしてると。その頃ミコさん絵の具にハマってたからさ、あ、絵の具じゃないわ、絵の具ね。ちょっと待って、やめて。なになになに、なによ、なになに、なになになに、なんでそんな音流すの。ミコが何したっていうの。よいしょ、学生じゃなくて、違う、エロゲな。よいしょ、あ、学生じゃなくてエロゲじゃないから、エロゲじゃないよ、エロゲではないよ、エロゲでは。ちょっとやめて、そのBGM やめて。ちょ、ラブプラスとかあるから、ラブプラスとかハマってたよ、ミコは。ちょっとやめて、どっから流れてんのこれ。何やこの BGM。 助けてみんな、助けて。あった、あった、このプラス。神隠しの真相じゃねえよお前、神隠しの真相じゃん。ミコはちゃんとね、成人をしてからエロゲはやりましたから。うん、ちゃんとそういうとこはちゃんとやってますから。ミコちゃんは友達とあ、まあ、18歳だけどね、18歳だけど、18歳だよ、18歳のやつだよ、18歳だよ。18歳はミコの中での成人なの、わかる、みんな。18歳だよ、成人してるぞ。いや、違うよ、18.3歳だから、みんなで言うともう二十歳だからね。18歳、18金ってあるでしょ、みんな。18金ってね、18金。そうバーチャルの世界は違うから、みんな、マジで、そっちの世界で語らないでもらってもいいかな、ねえ、僕ちゃんたちにね。サバ読んでるってこと違いますから。ミコ 18.3歳だから。そう、無限つくよみじゃないよ。だってこっちの世界のゲームやってるじゃん。